さあ今回は翡翠の星というゲームをやっていきたいと思います。俺のチャンネル前々から知ってくれてる方だったらもうご存知でしょう。さあユキタさんの新作 BL ゲームのお時間です。よテンション高っけな。いやあのねこの方マジでね神ゲーしか作らないことで有名で、俺の中で神ゲーしか作らないことで有名でで毎回ゲーム説明文がマジでおしゃれだからちょっと今回も読ませてほしいんだけど、うん、お星様どうか彼を連れて行かないでください。書き換えた偽りの日々を僕から奪わないでください。だって意味深がすぎるだろ。めちゃくちゃ気になる。面白そう。さ前置きはこんなもんでいいだろ。始めていくぞ。うん、もういいよ。遠くから聞こえた彼の声に僕は閉じていた目をゆっくりと開く。さあ早く彼を見つけ出そう。隠れるのが得意な彼が、いつか消えてしまいそうな彼が、あの輝く星たちに連れ去られてしまう前に。なあ意味深なシーンから始まりすぎだろ。もう文章がめちゃくちゃ意味深。何かくれんぼのワンシーンなのかな。まあこの文章の意味はね後々わかるんでしょう。はい、ということでキャラのビジュアルがマジで素晴らしい。いいな、知性を感じる。うん、兄さん起きて、食事の時間ですよ。カーテンを開け、月の光で部屋を満たす。月の光？なんで？夜に兄さんを起こしてるってことか。うん。室内に漂う甘ったるい匂いを逃がすように窓を開け、部屋の明かりをわずかに灯す。古びたベッドの上、もぞりと動いた人影は体を起こそうとするも、バランスを崩して倒れ込んだ。そんな彼の様子を横目に、僕は食器を並べていく。一通りの準備が整ったところで、小さく息をつきながら彼の元へと歩み寄った。兄さん一人で起きられます？手伝いましょうか？お兄さん目死んでない？光がないよ目に。大丈夫？どうした兄さんおい。反応はない。こちらの声は届いてるはずだが、彼は僕の言葉を拒絶するように顔をそらす。いつからだろう、目を合わすことすら避けられ始めたのは。病気が辛いのは理解できる。あ、病気なんだ、なるほどね。けれど常にそんな態度を取られたら、僕も少しずつ疲弊していく。日の光は刺激が強すぎるから、日中はカーテンを閉め切ったまま寝たきりで。あ、なるほど、そういうことか。だから夜に起こしてたのか。もう吸血鬼の可能性とか疑ってた俺、人外の可能性を。うん。夜になっても僕がいないと動こうとしない。食事の好き嫌いが激しく、何を用意してもほとんど食べてくれない。病気は悪化するばかりだった。兄さん、ベッドに転がったまま窓の外を眺めてる彼の体を起こし、食事の並んだテーブルの席へと導く。ちゃんと座らせて、ついたままの寝癖を直し、広げたハンカチを彼の首元へと巻きつけて。僕は隣に座り、小さめのスプーンを一つ手に取った。いやいや、これどうなってんの？なんかこれが病気の影響なのかな？病気の影響で吐血してんのかな？それとも本当に吸血鬼なのかな？これ目うつろすぎない？生きてんのこれ？どういう病気なんだろう？うん。最近ほとんど食べてないでしょ？それじゃあ病気も治りません。ほら口を開けて。特製スープをすくい上げ、彼の唇へと寄せる。流し込むようにスプーンを傾けるが、そのほとんどは口の端からこぼれ落ちてしまった。兄さん、咎めるように彼を呼ぶ。兄がほんの少しだけ首を振った。どうやら食べたくないらしい。それでもと
再びスプーンを近づけると、彼は完全に顔を背けた。兄さん、なんだなんだ。彼の手によってテーブルの上からスープの皿が落とされた。思わず声を荒げてしまった僕に対し、彼は無表情のままゆっくりと立ち上がる。そうして再びベッドへと転がって、糸の切れた人形のようにただ呆然と窓の外を眺め始める。僕は割れた皿の破片を一つずつ集めていった。心がどんどんと削れていく。あと何年こんなことを続けなければならないのだろう。いつからこうなってしまったのかすらわからない。それでも彼を見捨てることなんてできない。大切な兄を失いたくはない。兄さん。集めた破片を捨てて、真っ赤に汚れた床をきれいに磨いていく。スープをいっぱいに吸い込んだ雑巾を洗い、僕は近くの椅子に腰掛けた。今日もまた、繰り返す。目をそらし続け、いびつな形をした現実を。もう何がおかしいのかもわからなくなった僕たちは。うわー、全然わかんねえ。どんな病気なんだ。スープが真っ赤だったっていうことだよね。さ、最初の日何をする。お出かけ読書、食事に終わり。なんだ、なんか今めっちゃリズム良かったな。リズム良かったな今。いや、どうする、とりあえずちょっとセーブしてくるわ。はい、このゲームね、エンディングが3つあるらしいんだけど、この選択肢を正しい順番で選んでいければトゥルーエンドに行けるよって書いてあったんだけど、正しい順番ってなんぞや。もうまずもって俺からしたら、この選択肢自体が一体何なんだっつ話だから、うん、だから今回わけわかんないから、とりあえずこの上のお出かけから順々に下へ見ていくことにしようか今回は。うん、まずはお出かけから見ていこう。で、お出かけというのは一体どこへ出かけるんだ。蓄えていた保存食が尽きかけている。保存食。本格的に寒くなってきたこの時期、家の周りに作った畑にも収穫できるものはほとんどない。そろそろ買い出しに行かなければならない。昼間のうちに済ませておくべきだったが、すっかり失念していた。兄さん、少し出かけてきますね。彼からの反応はない。僕は大きめのカゴを手に取り、古びた扉をゆっくりと開いた。荒廃した世界が舞台とかの可能性あんのかな。ありそうだよな、保存食とか言ってるしね。うん。ここから町の市場までは1時間ほどかかる。なあ、その可能性ないわ。町とか言ってるわ。うん。今から向かって開いてる店などないだろう。とすれば、森で食べられるものを見つけるしかない。僕は道を外れ、木に結んだリボンを頼りに歩みを進める。ああ、目印にしてんのね。20分ほど歩き続けると、鬱蒼な森の景色が薄れ、星空の見える開けた場所へとたどり着いた。おお、おお、すげえ。めちゃくちゃ幻想的。これフリー素材なのかな、それともわざわざ手書きしたのかな。うん。目の前には小さな川が流れ、月の光を反射させて輝いている。幼い頃、こんな森の奥でかくれんぼをしたような。兄と二人、夜中にこっそりと家を抜け出して、それから、あれ、記憶が少しぼやけている。彼と過ごした時間は確かにあった現実だ。だが詳細が思い出せない。何年も前のことだ、忘れていても仕方がない。そんなことより今は食料確保が最優先だ。よし。カゴを下ろし、靴を脱いでズボンをまくり上げる。冷たい水に足をつけると、ほんのわずかに感じていた疲労が消えていくような気がした。僕はそのまま川の中を歩き、目印のついた岩場で足を止める。
事前に準備していた仕掛けには小さな魚が数十匹引っかかっていた。網をそのまま引き上げ陸へと戻る。いつもより収穫量は少ないが、僕と兄の二人なら何日か持つだろう。食べないかもしれませんね。自分だけなら毎日魚料理でも平気なのだが、兄さんはあまり好きじゃないらしい。かといって肉料理を食べるのかといえば、ほとんど食べてくれない。元気だった頃はもう一人の兄と共によくゲテモノ料理を食べていたが。もう一人の兄？ほう。仕方ありません。贅沢は言ってられないですし。帰りに木の実や野草を回収しよう。それで保存食を蓄えつつ、明日の昼間に買い出しに行こう。雪が降り始めたら本格的に食糧難に陥ってしまう。気軽に外出もできなくなるため、準備をしておく必要があるのだ。さて。息をついて立ち上がる。あまり遅い時間になると野生動物が活発化し、襲いかかってくる危険性が出てくる。僕に万が一のことがあったら、兄は一人になってしまう。早く帰らないと。なんかものすげえサバイバルな生活してるね。罠仕掛けて魚取って、で畑で自分で作物を育てて。どんな山奥に住んでるんだ。ふと意識が浮上する。どうやら椅子に座ったまま眠っていたようだ。凝り固まった体をほぐそうと立ち上がったところで、膝の上から何かが滑り落ちた。ああ。古びた本を拾い上げ、埃を払う。かなり貴重な魔導書らしいが、僕にはこの本の価値がわからなかった。中には、悪魔を呼び出し富を得る方法が記載されている。しかし、魂を代償にしてまで富や名声が欲しい人など、いるのだろうか。そんなもの、何の役にも立たない。僕が求めていたのは、もっと別の。え？なんだ？別の、なんだ？僕は一体、何を求めてこんな本を手に取ったのだろう。わからない。思い出せない。いや、思い出す必要はない。思い出せないのなら、きっと、大したことじゃないのだろう。自分を落ち着かせるように息をつき、意識を切り替える。さあ、彼を起こして、シーツを取り替えよう。一日で赤黒く変色してしまうそれは、少しでも放置すると人型のシミになって消えなくなる。山にとって一番の天敵は不衛生だ。放っておくわけにはいかない。兄を起こすために手を伸ばしカーテンを開くと、月明かりが彼を柔らかく照らしてくれた。兄さん、おはようございます。珍しく一人で起き上がった彼は、ゆっくりと立ち上がる。しかし、途中でバランスを崩してしまい、受け身を取れないまま、床へと倒れ込んでいく。体の不自由、体の自由はとりあえず効かない感じなんだね。慌ててその体を受け止め、ベッドへと座らせた。そのうち、起き上がることもできなくなるかもしれない。そうなると、今以上に付きっきりで面倒を見る必要が出てくる。彼が死んでしまうまで、ずっと、永遠に。一瞬でもこんな風に考える自分が、本当に嫌いだ。思考を打ち消すように、ちゃんと笑って、彼に問いかけた。兄さん、今日は何をしましょうか？うーわ、ヘビーヘビーヘビー！
再びの日、なんで二日目とかじゃないんだろうね。再びの日っていう表現の仕方がちょっとよくわかんない。あ、消えた。そういうことで正しい順番って、この四つを本当に正しい順番に選んでいったらトゥルーエンドいけるんだ。とりあえずセーブしてこよう。さあ次、読書順番通り見ていこうか。なんかさ、ゆっくりゆっくりだんだんと分かっていく感じ、物語の全容が。これいいな、引き込まれるな。うん、兄さん、本でも読みませんか。用意するのでちょっと待っててくださいね。僕は床に直接積み重ねていた本を手に取り、埃を払ってから兄の元へと戻る。ベッドの縁に座り、彼が見やすいようにと本を持ち上げたままページをめくった。お前器用だな、随分と。で、顔死んでるんだってマジで。ねえ、生きてるのこれね。なんかとんでもねえ無表情だけど、で、片腕が見えないのが俺前々から気になってんだけどさ、これは俺の勘繰りすぎかな。うん、これは古い魔導書です。数日前に譲ってもらったので、僕もまだ最後まで読めていないのですが、悪魔召喚の儀や異界への道を開く術が記載されてるんですよ。面白いでしょ。作者不明の作品ではあるが、挿絵なども多く内容は本格的だ。記載の通りに実行すれば本当に実現できるかもしれない、そんなリアリティが詰め込まれている。彼の方をちらりと見ると、あまり興味がないのかうつむいていた。その視線は僕が普段持ち歩いてる本へと注がれているようだ。これは本じゃなくて日記ですよ。最近は全く書き込んでいないんですけどね。以前にも同じことを話した気がする。彼はこれっぽっちも覚えていないだろうけど、僕も常時持ち歩いてるが、何を書き込んだかは覚えていない。自分でも書き込んだ内容を覚えてないのはおかしくないか。不自然なほどに思い出せない。なんで過去の記憶ないんだろうね。どこか不安を感じながら数ページだけめくってみる。多くの文字は塗りつぶされていたが、かすかに読める部分には生贄や死体などの物騒な言葉が並んでいた。何も思い出せない。確かに僕の字で書かれているが、こんなものを書いた記憶なんてない。急に恐怖を感じ、僕は開いていた日記を閉じた。別の本持ってきますね。ガラス玉のような瞳を向ける兄から逃げるように僕は立ち上がった。もっと読みやすい本を買っておかないと。これさ、さっきも小さい頃家を抜け出して森で遊んでた記憶がないみたいな話があったじゃん。なんで過去の記憶がないんだ。謎がまた一つ増えてしまった。うん。悪夢を見て目が覚めた。兄さんが死んでしまう夢、ボロボロになってしまった彼が苦しみながら生き絶える夢、ただ一人残った僕は解放感に喜びを覚えるも、すぐに自己嫌悪へと陥った。そうして現実を直視し、罪悪感と悲しみと孤独と後悔に背負わされ、迷うことなく毒薬を飲み干した。そんな夢を、所詮夢だ、現実じゃない。言い聞かせるも不安な気持ちは膨れ上がっていく。何か忘れている気がする。夢の中で泣きながら吐き出した懺悔の言葉が気になって仕方がない。けれど思い出そうとすればするほど夢の記憶は消えてしまう。まあ夢ってそういうもんだよな。なんか思い出せないよな。な、え、何のシーンこれ。これも後々分かっていくんでしょうね。うん。それはとても大切なことだったような、それは二度と思い出したくないことだったような。え、なんだ。恐ろしくなり慌てて思考を止める。気をそらすように部屋のカーテンを開け、まだ寝たままの彼に声をかけた。おはようございます、兄さん。
いや、闇が深い、もう意味わかんない謎がどんどん増えていくんだけどね。これ最後に全部回収されるんだろうな。で、なんで3日目は思い出の日なんだ。もうな、1日目2日目3日目のさ、日の表し方がわけわかんないんだよね。もう謎は増えるばかり。はい、ってわけで食事に行くんだけど、終わりって何なんだ。冷静に考えて終わりって一体何。他の3つはさ、わかるじゃん、想像できるじゃん。まあとりあえず食事を見るよ。終わりとは一体何なんだ。え、さっきの夢みたいに共に死んでしまうことを言ったりする、ひょっとして。うん、兄さん、美味しいスープを用意しますから待っててくださいね。食事を拒絶するからといって何も食べさせないわけにはいかない。彼のためにいつもとは違うスープを準備することにした。濃い味が苦手な兄のためにできる限り調味料を入れず、素材の味が引き立つように煮込む。具材がかなり柔らかくなったところで火を止め、淡い色のスープを皿へと注ぎ入れた。兄さん、椅子まで来られますか。声をかけると彼はベッドからゆっくりと立ち上がった。ふらふらと歩く兄を支え椅子に座らせる。出来上がったばかりのスープを目の前に置くと、珍しく拒絶しなかった。いや、もう拒絶しないことが珍しいことだからね、もはや。お前大変すぎるだろその生活。うん、兄さんは味の薄いものが好きですよね。スプーンですくい上げたスープを冷まし、彼の口元へゆっくりと流し込む。飲み込むために小さく喉が動いたのを確認した後、柔らかな布で唇を軽く拭った。明日は柔らかいパンを焼けますから楽しみにしててくださいね。最近は本人の希望もあってスープばかりになっていたが、そろそろ固形物を食べてほしい。このままじゃ病気が悪化してしまう。僕の言葉を聞いて兄はゆっくりと瞬きをする。理解したということだろうか。反応があると嬉しいものだ。僕は彼の食事の介護を済ませた後、早速パンの生地を仕込むことにした。うわ、大変だな。だんだん体が動かなくなってってるってことかな、これ。月の満ちる日、繰り返し。うわ、なんだ、意味深だな。なんか、え、場面の切り替わりがなんか、うおお、え、喋った、しゃ、え、喋ったぞ。ギャー、喋ったー、ギャー。誰、なんか新キャラが出たような感覚だよな。うん、いつまで寝てるんだ、翡翠。カーテンの開く音、ずっと聞きたかった声。眩しさを感じて目を開けると、兄はいたずらっぽく笑って僕の頭を撫でた。兄さん、どうして。ん、何がだ。だってあなたは。言葉にしてはいけない、反射的にそう思い首を振る。口にしてしまえばこの都合のいい夢は一瞬にして消え去ってしまうだろう。あ、夢か、なるほどね。まだ寝ぼけてるのか。反射的にそう思い首を振る。口にしてしまえばこの都合のいい夢は一瞬にして消え去ってしまうだろう。あ、なるほどね、夢か。まだ寝ぼけてるのか。ほら翡翠、顔洗ってこい、飯の準備してるから。僕が望んだ平凡で幸せな日常、忘れかけていた声が僕の名を呼ぶ。たったそれだけで涙が出てしまいそうだ。僕たちにはこんな夢すら許されなかった。ただ一緒に普通に生きていくことすらできなかった。神様はとても不平等だ。悪い人間はいくらでもいるのに、どうして僕たちが不幸になるんだろう。小さな幸せすら僕たちには与えられないのだろうか。なら僕はどんな禁忌を犯してでも。え、なんか翡翠、どうした。いえ、そろそろ目を覚まさないと。
何言ってんだ、もう起きてるだろ。兄さんを一人にはできないから、だから行きますね。翡翠、立ち上がり、彼の幻影に背を向けて外への扉に手をかける。扉が閉まる直前、僕は思わず振り返った。揺らぐ景色に溶けていく兄の姿は、僕を恨むでもなく、ただ優しく笑っていた。うわー、なんかさ、無限列車編で幸せな夢から目覚めるときにさ、家族との別れが辛い炭治郎を思い出した今ね。何の話？うん。おはようございます、兄さん。月の光がいっぱいに満たされた甘い匂いのする部屋で、僕たちはまた繰り返していく。どこか歪んだ偽りの日々を、いつか夢を現実にするために。簡単しか上がってない。もう人語喋ってなかった今。フォークマークで、なるほどね。正しい順番だ、これが。なるほどな。だから食事、外へ行く、読書が正しい順番で、なるほどね。うわぁ、面白い。一周目はこれは何？ノーマルエンド的なやつ？あとさ、偽りの日々言ってるけど、一体何が偽りなの？もうわけわかんない。魔導書とか魔法とかが多分関係してるんだと思うんだよ、物語に。でもちょっと、まだ予想立てらんねえわ。今後、次のルートが非常に楽しみであると。はい、いうことで今回はこの辺で。では次回、ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコン、または画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。